12年連続開幕投手を務めました山田久志さん、1065盗塁、熊本豊さんです。褒めてもらったこともないしね。それはもう打倒巨人。始まりました迷宮会チャンネル、進行のフリーアナウンサー楠敦夫です。よろしくお願いします。今日のレジェンドはお二方で、阪急ブレーブスの黄金時代を支えました投打の中心、12年連続開幕投手を務めました山田久志さん、よろしくお願いします。そのお隣、1065盗塁、福本豊さんです。緊張してる？はい、もうめちゃめちゃドキドキしてますよ。ここは福本豊さんの、あ、僕じゃない、プロデュース、福本豊プロデュース、グローブを分解して G ラブというお店で、そうなんですね、グローブなんですね。甲子園球場の外野側ですね。この殿堂で、阪急の黄金時代を語っていきたいと思いますが、まず何はなくともお二人にとって、この方の存在、西本幸雄さん。山田さん、怖かったですか？怖いよ、ちょっと通り越したら。そうですか。喋った記憶がないもん。本当ですか？ドライチですよ、山田さん。いやいやいや、もう本当にね、対面になってね、はい、おい山田よ、なんだかんだって喋ったことはまず記憶にないね。あれこれ野球談義とかもなく。いやいや、そんな談義なんてとてもじゃないけど、私は5年間、まあ福本さんも一緒やけど、5年間同じユニフォーム着たけども、褒めてもらったこともないしね。じゃあ誰褒めるんですか？福本さんなんか褒められたと違う。いや褒められた褒められた。いやほんまに、今は言うたに、一番最初に話したいよ、声かけられたのは阪急ブレーブスの球団事務所に行った時に、初めて会った時に一緒に頑張ろうな、それだけで。入られた時のことを考えても、西本さんは戦争はくぐり抜けてますか？もちろん。ということはもう頑固一徹、男は黙ってみたいな感じの方ですか？いやいや、あのね、あのうまくいかなかった時はね、怒るっていうことはないけど、なぜかあったかみを感じる時あるね。うまくいかなかった時の方がね、いい時はね、褒めないしね。ほんまに今言われたら、あんま怒られたことない、僕。言われはよかったから。福さんは怒られたことない、怒られなかった、ね。ただ、初めてピンチランナーに行った時にね、話しなんかいって怒られたのかな。あとはあんまり言わないね、こういう格好で練習してこいとか、まあ、それでは細かく言われたことないですね。どうなんですか、あの試合のマネジメントとか、試合前のミーティングとか、昨今、まあ、山さんもね、WBC とかいろいろ国際大会も経験される指導もされてますけど、西本さんはミーティングはなし。ですか？ない。任した。試合の前のミーティングで監督の一言なんか聞いたことないもん。さっき福本さん言ったように頑張ろうな、頑張れ、よっしゃ、こんなもんだ。具体的なことないですか？ない、うん、もう試合始まったら椅子を蹴飛ばしただけだ。よう、そんなんで反響強かったですね。いや、それはね、おそらく練習量はどこにも負けなかったと。これだけはもう、反響の伝統だね。例えば、キャンプ地域でね、いろんな記者の方とか評論家の人が来たらね、まあ、よう練習するなってみんな帰っていくもんね。ということはもう、個々のスキルアップを俺はやってるから、試合が始まったら、エンドランだ、バントだ、そんなものは、どっちかというと死を待つ説のことだと。いう感じですか？そう、とにかくお前らはもう技術とか体力とか上げなさいっていう。あとはもう試合中眼光鋭く見てるから、皆さん手を抜けない。眼光鋭いか、それがね、眼光鋭いかどうかわからない。わかんないですか？つぼ目深にかぶってんのよ。もう表情がわからないんですよ。それで突然として後ろに立っててベンチ蹴飛ばすから、みんなわかるから、その時ヒュッとこう。男が惚れる親父さんですね。惚れるっていうね、やらないしゃあないなっていうね、うん、勝手にやる、もうみんなやってるから、自分たち先輩たちやってるから、下のもそれについていく、みんなほんまに練習はみんなしましたね、キャンプとかオープン戦とか練習とかあったって、メニューとかは作ってなかったんじゃないかな。ないんですか？バッティング何時から始まってピッチング何時から、それでね、強烈な思い出はね、
アップがあるの、はい、練習前とか試合前になってもあのペナントレース入っても、うん、これがやったらきつい、うん、これだけはねなんでここまでやらないかんかと思ったのは何回もあった。それ終わったらもう練習終わったみたいな。でも福本さんも山田さんも大阪で秋田であるいは社会人で厳しい練習くぐり抜けてきてらっしゃる方が驚くほどの。だから最初行った時に練習についていけるかなが僕自分ね小さいし体力的にこの練習ついていけるかな、どんな練習するか分からへんから。友達とかねゴルファーとかいろんなスポーツやってる人が、うん、トイレにやらせてくださいって来るのよ、はい、ついてきた人は前でいないよ。それだけ評論家の人とか記者の人もやっぱりびっくりするぐらいっていうから、おそらくで我々はもうそれが当たり前になってくるからいかに手を抜くかだけを考えるっていう要領よくね。西本さんってああいう存在感のある方なのに勝負運だけは厳しい結果に終わったこととかが対巨人とかなんか勝ち運というか選手が悪いんですいやそれはね、はい、今言うた通り選手が悪い。というのは離れしてない。だから昔後楽園のほうが満タンやないですか、はい、西宮球場近鉄の球場からかねあの当時のパ・リーグ悲しい話ですけど、うん、これ事実ですよね。今じゃねそう思ってへんけど、はい、その差がありましたね僕はそう思う、うん、で慣れた頃に僕たちが慣れた頃にちょちょっと勝ったんですよ。ジャイアンツにはねジャイアンツにもう西本さん5回負けてるけどね情報で負けてるケースが結構ある。巨人はもう阪急の選手を全部もう丸裸にしてるわけです、ね、私ね一回ある番組でねその日本シリーズのスペシャル番組やった時にね牧野ノートってあってね牧野さん、はい、牧野ノートにね福本攻略法だとかねどうしたら走られないするかとかね長生きのバッティングはこれで封じるとか、うん、山田攻略法とかね、はい、延々と書かれてるんですよ。とにかく勝負が早いまっすぐは打てないとにかくファールで逃げなさいって書いてるんですよ。当時は全然その情報戦とかない時に、まあ、ジャイアンツはドジャース戦法だとかなんかいろいろやってたわけですね。これは福本さんの福本さんを走らせないようにするためにはどうするかってあの時の負けの面もすごいよ、うん、だから堀内さんはセットクイック良かったんですね。いろんな投げ方ができた堀内はね。それもそうだしセカンドの土井さんが声出すんだもん。おー起きたリード起きた来るかも分からんだ来るかも分からんだとか、今ご覧の皆さん当時は巨人大砲卵焼きという言葉がありましてもうこの3つには勝てんと。日本シリーズで戦えたってのは今は財産だね、うん、あのやっぱりジャイアンツとの日本シリーズってよう覚えてるもんね。行くためにやられてないからそれはもう打倒巨人、うん、でその打倒巨人のための練習キャンプほらガンガンやりましたよ。上田監督は山田さんどういう存在ですか。いやこの人は細かいもう細かいところよくこんなのに気が付くなってくらいその記憶力とか相手に対するこう戦略戦術とか、うん、それにはもう長けてるね。よくついていかれましたね。ついていない二人とも僕もさいやいやついていってるなんちゃうね。自分勝手にやってたんちゃうかな、うん、やっぱり最後の方もね あれで俺もレフト行けって休ませ9番言われたらもう大熊さんに休みますわって言うてたよ平気で。大熊さんは特に上田さんとの思い出エピソードまあ強烈に怒ってるんだもうついでに辞めさせられた今福本さんが見出しをおっしゃいましたが実は山田さんが引退の時に上田さんがミーティングで山田さんのことを紹介したんですよねみんなに。違うあの最後の挨拶、はいうん、一番最後終わって整列今日で最後シーズンオフのゲームの時やるね、うん、で山のその引退ゲームをみんなもう早からもう分かってたわけよ分かってるわけよ。でその挨拶の中でだらー喋っていく今日でやめる山田で福本おいと思ってこうなんだ実は聞いてないね挨拶しないかんからそっちの俺なんで福さんがどうしたってとか俺さあ上田さんなんか挨拶しないかなとか思うそれあの計算きっちりしはる上田さんはたまたま
いそこ間違ったんですかね。お、私は間違えたと思うけどね。福本さん聞いたんですか、真実は。いや聞いてない、なんか間違った言うてるだけで。そんなもん、あの頭のいい人が絶対に間違わない。ずーっという結婚式の挨拶なんかで、一人目のやつ、二人目のやつを全部こうしゃくって言葉を書く。そうそう。何年の何月何日にどうやったの、みんな覚えてるんだね。それはね、すごいんだよ。ね、その、生い立ちから何年何月何、何年何月何日までの、その生い立ちをずーっと喋る、両方。新郎新婦、家族まで喋れる。ってことは間違うわけないから、福本さんも従わなくては仕方がない。それはもうしゃあないな。まあ、ついでに辞めた。すいません、僕辞める気ないんですっていうのは言わなかったんですか。いや、それはね、終わってから、あの、担当記者が、福さんこれ間違いやからって言ってたんやけど、もうしゃあないな、で辞めてもらったね。それで、辞めさせ、うん、しゃあない。でも、あの、辞めさせ、重契約してくれ。で自由契約にしてくれんかったね。自由契約していけるいけないか分からんけれども、うんうんうん、もうちょっとだけしたいんです、うん、であかん言われて、ほんなら兼任コーチせえで、兼任させてくれたら兼任コーチもあかん、うん、もうちょっとだけ1年でもやりたいんですって言ったら、もうあかんあかんあかんで通されて、で、まあ、やめましたわ。あれだから、うん、福さんあれだね、あれ阪急がもしそのまま残ってたら、うん、福本さんの待遇は違ったと思うね。あ、驚いたなんて思うんじゃない、何が起こったのって分からなかった。いや、最後呼ばれた時に、監督が言ったか部屋呼ばれて一緒に行った時に、山田よ、頼むから門田にたまには変化球投げてくれ。